はい、それではですね、次はエアクリーナーボックスを外していきたいと思います。このエアクリーナーボックスのこの下にですね、プラグがあるので、これを外さないとダメです。はい、でですね、まずはですね、このボルト止まってますね。これがですね、7箇所あります。1箇所、まず外周ですね、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所で、こっちか、5箇所で、6、7ですね。ちょっとこのボルトを外していきたいと思います。ちなみにですね、外す時のね、ボルトというボルトのサイズが10ミリなので、こちらの10ミリのソケットを使ってですね、ラチェットで外していきたいと思います。こんな長いの使ってますけど、短いんでいいんですからね。ちょこっと緩めると、もう簡単に手で回るぐらいになるんで、よいしょ。はい、こんなもんですかね。よいしょ。お、問題は長さがどうなのかですよね。上2本は長いですね。こっちはどうなんだろう。まあ、一緒ですね。長さ一緒ですね。はい、全部7本外しましたね。で、みんな長さ一緒なので、どのボルトをどこにつけても一緒なんで、よかったです。私こういうの結構間違いやすいんで。次はね、ホース関係を外していきますね。まあ、もう見てわかる通りですね。あれ？なんだここ。テープ貼ってありますよ、私の。ここね、本当はね、蓋がついてるんですけれども、私のはなんかテープが貼ってありますけど、わ、これ頼もうかな、純正部品で。なんか嫌だね、これ。はい。では、このホースを外していきます。まずはここから外しますね。はい。もうここはですね、まあ、こういう、なんていうのこれ。ラジオペンチでですね、ニュッと挟んで、こうずらして、これをムニムニ抜きました。で、ここも繋がってますね。ここもちょっと抜いちゃいますね。よいしょ。よっ。よっ。これも、よいしょ。はい、抜きました。これで多分外れると思うんですけれども。あ、あとこっち、あん？これは何じゃ？これは大丈夫かな？ちょっとこれで、これ邪魔。外してみたいと思います。よいしょ。よっ。外れる。わ、エアクリーナー、何こんな、これ真っ黒じゃないのこれ。え？何これ、なんでこんな色してんの私の。ちょっとこのね、ホース、これわかりますか、ここ。このホースがこれ、中からこう、これラムエアのホースだと思うんですけど、ちょっとこれ、片手で無理なんで、両手で、多分引っこ抜くだけだと思うんで、抜いてみますね。はい、はい、引っこ抜くだけでした。こちらの穴にですね、これのラムエアのホースが入ってたんで、引っこ抜きました。この網が入ってますね。つうかこれ、エアクリーナー大丈夫ですかね、これ。これ、黒いですよね。こんなカバーがついてますね。うわ、なんかすごい、ちょっとグンってします。はい、まずこの白いカバーを、取って、うわ、なんか、オイルベトベト。これ、すごくないですかこれ。あ、あれ？あれ？これ、これで正解、あ、これで正解なのか、別にこれ、あれかな？あれ？まさか裏表逆とかじゃん。こういう風な色なのかしらね。ごめん、私初めて外すんでよくわかんないですね、これ。
あ、で、これまた、これがついてんだ。これで挟み込む感じだ。こうですね。はい。でですね、次はこの下側のエアクリーナーボックスを、取りたいと思います。取れないよね。で、ここのネジ、これありますよね。ここと、で、ここ、かな ?2 箇所かな?で、今、これを取るのに、本当は、ここの穴、ここからアクセスするんですけれども、蓋がついてるはずなんですけれども、私のバイクはですね、これ、蓋がありません。これ。テープが貼ってありました。これ、純正部品で多分、出るかな?ちょっと、後で探してみます。では、ちょっと、ボルトを取っていきますね。はい、じゃあ、やっぱし、ここから。いや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 。こんなになってたなんて私わかんなかったわ。これね、他の方の動画で見ると、ちゃんとここにね、キャップがついてんですよね。キャップがない。ちょっとこれ新しい。とりあえず今すぐはないんで、なんだろう。ビニールテープかなんかで、塞ぎます。で、要はこの穴からアクセスすると、ここ。このボルトです。ここにほらアクセスできるんですよ。こんな感じで。これ何ミリでしょうかね?ちょっと、10ミリぐらいかな?ちょっと見てみますね。こちらのボルト、10ミリです。この穴からですね、こうやって10ミリのソケット、10ミリのソケットがついたレンチを、こう入れますと、ここにアクセスできる。じゃん。はい。ここでラチェットで回して取るという感じですね。で、取っていきます。はい。今ですね、こちらのボルト2本ですね。2本を取ったところなんですけれども、これを取って、中に落っこっちゃったんで、取りますね。よいしょ。よいしょ。こんな感じのやつ。これが左右2個ですね。よいしょ。これとこれですね。はい。で、これでもう取れますんで、あとはですね、こちらのこれ。これがなんだこれ。あれ?これがなんだろう。あ、これがラムエア、あ、ごめんなさい。こっちが、あ、じゃあ、これがラムエアじゃない。これが、なんだろう。空気のあれかな?ラムエア、なんだろう。あれ?じゃあ、この配管は何よ?これラムエアだよね。これ何?え、これ何?これ、ラムエアの入り口で。え、あれ何?よくわかりません。まあ、これをこう引っこ抜くときにですね、この、これも多分、こっちにこう、挟まってるだけなんで、ぐりぐりやると、抜けると思います。ちょっと抜いてみますね。はい、皆さんですね、これ2本今ぐりぐりやったらこう、取れるんですけれども、なんか引っかかってんですよ。で、今、下見てみましたら、こちら。これ。だから、取れないからといって引っ張んないように、これ、下見るとこれがありますからね。これもラジオペンチでちょっと引き抜きましょう。よいしょ。はい。下の配管も、外れましたね。こちらの方ですね。こちらですね。で、もうこれ普通にこうパカってこう取れます。いやー、取れました。じゃあちょっとこれをですね。よっ。